今回もこんなにたくさんのグッドルッキングガイおよびデラデラ絶品がお集まりいただけることは間違いなく我々の前世の行いが良かったからに他ありません。さて、だんだんと2017年も終わりに近づいてまいりましたね。皆様年末をどう過ごされるおつもりですか。年末といえばこの世で最も邪悪なイベントがございます。そうです、クリスマスです。学生の頃、寒い寒い冬、クラス内のヒエラルキーにおいて最下層に属していた私は、どんなに願っても暖かなるストーブのそばには行くことができず、寒い寒い廊下側に置いて同じ部族である寝癖のひどいひとし君、ふけのたくさん積もった太一君とともに、一日が少しでも早く過ぎるようにじっと、ただじっとしておりました。クリスマスの日、ヒエラルキー上位の人々はこれから始まるエッチなクリスマスイベントを控え、楽しそうに下校していく様を我々は羨ましくなさそうに横目で見ておりました。クリスマスの予定など何一つない私は、逃げるかのように帰宅するのでした。そして牽制しながらお母さんが作ったクリスマスメニューを言葉にならない思いで頬張るんですよ。クリスマスというのに外出する気配のない息子を心配そうにしている母、そんな母の無言のプレッシャーを感じ、足早に自室に向かう私、お母さん、あの時はうるせえとか言ってごめんなさい。その秘密悪夢を思い作曲をしたしました。聞いてください、マリアス、皆様の知らせに再び込まれるのは我々の音楽であるタイトル、聞いてください、バクの夢。